ます、この後。この後私会があります。ですが、私が始まる私会は6時半です。あと2時間です。今ね、どうにかして1時間ぐらい反省会とかしてたら、もう潰れたんですけど、おしゃべりとかしてたら、もう暇で仕方ないのでやってまいりました。でもあと45分後にはここにみんなが来るので、その前に消え去らなくてはいけないんですけど、みんなは何時にこの劇場入りできるんだろう。ね、タピオカ持っていきますか。だって持ってきてほしいです。タピオカ飲みたいです。本当にタピオカが飲みたいです。とっても今日も公演は疲れました。来てくれた方は見ているのか分かりませんが、まあ、来てない方で DMM を見てくださった方はここにいるのか分かりませんが、まだ東京で仕事してますけど間に合いますか。まあ5時に終わって新幹線乗ってきたら、まあ、6時半には間に合うから間に合うと思います。髪の毛ちょっと切ったんですよ。ちょっとだけね。どうですか、ちょっとだけ切ったんですけど、皆さん気づきました？ちょっと切ったこと。ちょっと切ったの気づきましたか？気づかなかったですか？気がついてない人ばっかですね。悲しいです。髪の毛の色も染めたのに気づいてくださる方はいないですね。悲しいです。そんなもんですよね。気にしてませんでした。気にしてません。気づかれなくてもいいんです。こんにちは。なんかこのネイルがね、もう浮いてきてるんですよ。だからね、撮りたいんですよね。リカワに向けてちゃんと染めました。でも結構切った。こんぐらい、スガラにとってはね、スガラにとってはこんぐらい、3センチぐらい切ってない、3センチぐらい切った。スガラにとっての3センチでかいんで、もうネイル取りたいです。ちゃんとリカワに向けて、髪も明るくしましたし明るくしましたし、綺麗ですわ。傷んでたところがない。気持ち明るくなったか。あんま分かんないか。でも前よりはもう明るくなんないんですよね。ブリッジしなきゃ。何の話？かき氷はバナナミルク味でした。昨日食べた。美味しかったです。
行ってよかった。行くかなやんだけど、4年半ぶりの劇場のマンヤは好きになっちゃった。いいね、好きになっちゃった。好きになっちゃいました。どこで好きになっちゃったポイントがあったんだろう。今度聞かせてください。新公園今日初めて見れたよ。お、どうでした？かき氷はマキコさんとエゴさんと一緒ではないです。ナッキーさんと行きました。フェスティバル時代から全く当選しません。めげずに頑張って投げてください。お待ちしております。こんにちは。めっちゃ眠たい、本当にめっちゃ眠たいって思ってさ、寝ればいいんだけど、寝たらさ、なんせ起きたくないからさ、不機嫌になっちゃうんですよ。わかりますか？ご飯食べてない今日。今日食べた、今日食べたわ。もうお昼食べてない。頑張ったので爆食でします。言うの忘れた。ケチャップもお願いしますって。ちょっと待ってて、もしかしたらマックかもしれない。あ、ほのちゃんだった。1個しかないじゃん。あ、そこにあるよ。なんでここにいるの分かったの？ほのはなぜかすがら、多分メンバーみんななんだろうね。ほの通知オンだよね。そうだからちょっと暇すぎて。え、ほのでも最初でしょ。うん、え、最後だよ。え、イエーイ。すごい、あっちまで行った。一緒にやろうよ。え、来てた？マック来てない。何も来てない、まだ。うえーい、ま、めっちゃ寝そうなんだけど、寝たらさ、めっちゃ機嫌悪くなるんよ。わかるだろうね、今寝たら。わかる、うん、だから今まやちゃんのそういう感じ。だから我慢して今ショールームしてる。ねえ、やばくない？髪色全然違う。この染めたから青にした。ねえ、かわいかった。こうやって見たら長いよ、巻いてると。ほんとに？なんかさ、ストレートの方が短く見えるときない？ね、炎の今日は横浜ね、よかった。横浜の炎の可愛かったところはこの表情が可愛かったです。充電器ありませんありません。その充電ないの？なんかつけようかな。 11% やば。え、どっかないの？でも 11% だったら割と大丈夫か。インスタライブしてましたら、インスタライブでもしようか、うん、横でで。もさ、ちっちゃいからさ、映んない。炎がメインでいいよ。あ、電波悪い。 5G じゃん。本当だ。でも3本しか撮ってない。これはできないです、多分。電波悪いから。一回やってみてよ。いいか悪いか分かんない。すがらも今日もパーカー着てくるか悩んでやった。だって寒い。本当だ、寒いよ。じゃあすがらと一緒におしゃべりしようよ。で、暖かくなるってこと？それは騒ぐしかないけど。あ、ごめんなさい。いいよ、取りなよ。取んない、うん、取んない。あっちにももう一個あったよ。でででで、でででん、ブルブン、ブル。それ何の曲？ん？分からん急にブルドン
何の曲だっけ。名古屋寒い、でも寒くなったよね。うん、待って、本当に何の曲か分かってない。ちょっとそっちでさ教えて、気になるから。何か分かんないけど、全然分かんなかった。やばね、これから短パンでランニングしてきます。だってほのもした方がいいんじゃない。やば、元気だね。ほのもしなよ。ね、これパンってやったらさ、すごいほこりブルルルルって落ちてきそう。なるよ絶対。え、ラーメンが美味しい季節で、え、すがるね、行きたいラーメン屋さんだって。どこ言えない。え、そっか、気持ち主義だもんね。いや、そこ美味しそうだし、行きたいところがあるよ。へいっしょ。炎のくしゃみの仕方めっちゃ独特なんよ。寒い、すがるが温めてあげようかな。刺す。ねえ見て、いる。ちいかわ。じゃあ今日は羊ヘアだから。あ、ごめん。今日はえ何が違うの？ちいかわと羊ヘア。何が違うの？教えて。ちょっとベタンコな。出てんの？ちいかわだと。ちいかわちょっと出てる。名古屋は朝晩は涼しくなってきましたか。嬉しいだから。え、何が季節好き？秋。うわ。春。あ、秋。え、どっち？どっち？ハロ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 秋。どっち？でも、え、何？え、帰っちゃうの？帰って欲しくない？うん、すがると遊ぼうや。遊ぼうや。ほのはいつもすがると遊んでくれるんですよ。ね、ほのってマジ可愛いよね。わかるわ。早急センキュー。ねえ、だからねえ待って、傾いてますよ。大丈夫ですか？めっちゃ細い人いた。嘘、ビジットの。います。あ、今ショールームしてます。びっくりした。今ここで食べたら怒られますよね。内緒に目つぶってください。目つぶってください。あ、もう音声流れてる時点でもう目つぶれません。一瞬マック置いてきます。
え？ね、やっぱそうだよね。ね、思ってた。ね、うん。だから皆さん、うん、そういうことなんで。お願いします。お願いします。ピピ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 普通のが好き。普通のが好き。好き。好きなんだ。それが好きなんだ。うん、揚げたてが好き。え、パリナイしてるよ。うん、これしよう。全然充電ないけど大丈夫そう。9%あるからできる。いや、8%だよ。本当だ。いただきます。え、写真写真3、はい、2、1いやーいやーびっくりした。んびっくりした。大人ブルー出てきたかと思って今。うん、あれ感じだ。コンセント欲しいな。聞いたらよかったのに。そこにある。んどこ、どこ？ん？あのオレンジのとこにある。ここね。絶妙じゃない？ちょっとだから言ったじゃん。だからホンも言ったじゃん。ホンもそれさっきさ見に行ったらさファンの人たちいた。買ってた。なんかこれ多分配信開始されてない。あ、生きた。もう一番ないよ。え、本当だ、すぐなくなっちゃうんだけど。悲しい。今日の、うん、今日の髪型何これ。え、うん、カチモリ。ん、わし、うん、カチモリ。この髪型好きなんだけど。物はチコワでしょ。違う違う、羊ヘアだから今日は。こうやってさ、やりたいよね。充電中。充電中。見て、もう6%。これが切れるまでにしよう、じゃあ。うん、分かった。そうしましょう。いただきまーす。どうぞ。あ、でもしなしながいいな。触ったんだって。ごめんなさい。戻すなよ。ごめんなさい。あやちゃん、触るの厳しいよね。うん。でも今ので思われたかも。まえちゃんってこんな口悪くて、うん、こんなポテト触ったら。じゃあ、じゃあほのはあれなの。ほのは普段から食べないの。可愛くないね、思った。めっちゃ可愛い。今のん、今のネイル見せて。可愛いねえ。こっちでもこんにちは。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 やっぱね、見せていかないと。うん。もうずっと。じゃあ、リクアワ、リクアワと15周年のコンサートで、うん、あのテーマ決めたんよ。何のテーマ？めっちゃネイル見せる。最後のポーズとかで。めっちゃそういうとこ。そういうとこって遊したらよくない？確かにあるよね。あと目つきの色で。いや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 。あと何がある？チャンガルーもこっちじゃなくて。ああ。あとチェンジャワール。チェンジャワール。こうやってあれ重力シンパシーの最後まで。ちゃん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 。あとは毎日変えなきゃじゃん。猫パー。え、大空で、あ、これ見えないね。ちょっと梅浜も見えないし。あ、マンゴー。確かに。こうじゃなくて。あとはおにゃにゃ。
あの子好きになっちゃったもう。うん。こう。接続が弱いらしい。文句言うな。接続が弱い。でも炎の携帯ね、銃なのこれ。すごくない？めっちゃ物持ちよくない？え？ねえすごくない？炎今まで。めっちゃ嘘ついてた。みんなにさ、その携帯いいじゃん、なんかその携帯何って言われたらね、うん、11って言ってた。え、めっちゃ嘘つきじゃん。10だった。びっくりしちゃった今。あ、夜ですか？夜ですかって。はい。今がですか？あなたが夜と思えば、ここも夜です。でもさ、もう夜ご飯でしょこれ。これ昼ご飯。絶対食べる気でいるでしょ今日。だって来るじゃん、もう一個。楽しみだな。楽しみだ。楽しみだな。今日の夜ご飯はカレーです。イエーイ。ポテトついてて。切った。最悪。切ったとか言う。絶対行かんやん、ここ。あれやん。そうだよ。めっちゃ気をつけなきゃ。昨日トヨタスタジアムで一目惚れしましたね。炎もっと押してあげてください。炎嬉しいです。そんなことあるんだね。うん、あるね。一目惚れとか炎聞いたことないんだけど、やばくない？嬉しいね。嬉しいね。まえちゃん、うん、まえちゃん一目惚れ。やばい、これ人入ってきちゃんちゃう。カレーだ、カレーだ。やばい、みんなバイバイ。水柄が終わった頃カレーだ、カレーだ、カレー持ち帰って食べる。やばいやばい、食べなきゃ。え、でもさ、もうちょっとしようよ。6時、5時まで用意、5時まで。見て見て、ハタゴン来た、ハタゴン。ナッキーもいたよ。え、ナッキーさんもいた、さっき。ね、5時までは。いいよ。嫌だ。でもこれ多分切れちゃう、充電。いいじゃん、こっちは切れないよ。ガメちゃい。確かに。カレーってさ、ガクガクです。だって魔法で直して。ねえ、もう可愛くないんだけど、その魔法怖いんだけど。今日の公演、東京から見に来て楽しかったです。嬉しい。何食ってんの？なんかさ、何だと思いますか？みんながさ、あのたくさん写真とか撮ってくれてあいつさ、うん、昨日ね見たのね、うん、やっぱ先日ラーメン行かないべきだったなって思いましたね。ちょっと、あ、関係ない、一緒、うん、中安よって思った。まあ、すごいと仲良く、仲良いってあんまり、ね、だからやっぱまやちゃんとあの縁を切るっていう、うんうん、話したよね、昨日も言った。一昨日だっけ、痩せるにはやっぱまやちゃんと一緒にいたら痩せれないんですよ。まやちゃんはだってほのもう一昨日絶対帰ろうとしてたじゃん、うん、絶対帰ろうとしてたの伝わってでしょ、うん、ほのはもう絶対に早く帰ろうって思って、もう今日は誰に誘われても絶対に行かないぞっていう気持ちだったわね、うん、そうそうそう、だからあでもあやかと行こうかなみたいな、うん、けどなんかまやちゃんがもうラーメンの口になっちゃった、あやかかなって言って、あやかが行こうって言ったから。でもあやかは違うのに行こうとしてたじゃん。あやか何行きたかったの？通じがおるもん。ねえ、みんなさ、おすすめしていい？スジホルモン。もう名前言ってる、ダメ。絶対にダメ。はい、ごめんなさいでした。もう遅い。カットでお願いします。大丈夫だよ、これ40人あ、お、2000人見てた。2000人もいるから。ねえ、スガールたちっていつまで行っていいんですか、ここに。あれ？いる？人。え、ここ何時からですか？カクカクか、カクカク、あ、1%だし、しかも、はい、じゃあもう終わりにしますね。ありがとうございました、お借りしました、お借りしました。ってことで、もうバイバイ。この後渡し会があるので、皆さんぜひスキーのサンシャイン栄の劇場に来てくださったら渡し会来れますので、うん、どうぞよろしくお願いします。じゃあねー、来てください。じゃあこっちスクショタイム、はいはい、ああ、もうこれ切れたわ。こっちから切れちゃう。はい、バイバイ。
ありがとうございました。バイバーイ。